10分であなたのビジネス力を高める、えー、中川先生の優しいビジネス研究、えー、世の中の出来事を経営学の力で切っていく時事を解説第2回目としまして、Google グ,グ,グラスはどうして失敗したのかっていうテーマに、えー、取り組んでみたいと思います。Google、まあ、グ,グ,グラスの失敗ってもう時事と言いつつももう何年も前の失敗なんですけれども、Google には珍しく何百億もの大赤字を出して失敗だということで、 まあ、それでについて、ウェブ上では最近いろんな分析がされています。なんで失敗したんだどうしてあんなすごい商品が失敗したんだと言われて、えー、まあ、いろんなこうアナリストがこう失敗理由を丁寧に分析しているんですけども、えー、まあ、ここに私としては切り込んでいきたいと思います。Google グラスはどうして失敗したのか私なりに言わせると、答えはめちゃくちゃ簡単です。すっごい簡単な理由。それは何かというと、チャレンジしたが失敗します。 ほんとこれだけ。チャレンジしたから失敗する。当たり前の事実ですね。えっと、新製品っていうのは大半失敗するんです。新事業創造っていうのはほとんど失敗するんです。えっと、悲しいけれども、えー、頑張ってチャレンジするベンチャー企業というものも大半が倒産してしまうんですよ。えー、挑戦という、えー、でもそれが大切なことなんです。挑戦したから失敗する。 挑戦しなければ失敗しない。わかりやすい話ですね。え、Google がなぜ失敗したのか、なぜあんなイノベーティブな商品で失敗したのか、夢を追ってチャレンジしたからじゃないですかと。いろんな人の話を少し紹介したいと思います。えー、ファーストリテイリング代表取締役でいる、えー、柳井ださ,さん。えー、彼が、えー、彼が言ったことはこれです。一生九敗だと。 ユニクロが成功したから私はビジネス能力がすごい高くてズバズバ当てる人だと言われてるけれども実はファーストリテイリングという会社は失敗の連続であってたくさん失敗していく中から成功事業が育っているんだと。 これもよくありますね。確かにマスメディアでは、えー、ファーストリテイリング、がユニクロさんが何かを失敗するたびに、柳井正は焼きが回ったとか、ユニクロのビジネスの、えー、陰りが見えただとか、勢いが留まったと言うんですけども、これは柳井正さんの感覚とか、あるいは私からすれば、あの、全然こう誤ったコメントであって、 なぜ失敗したのか、挑戦し続けてるからですよ。たくさんの挑戦の中が種を拾っていくのであって、一つ一つの失敗からどうして失敗したのか、それは社内で学びますけれども、それをい,いちいち挙げつらって、だから会社が斜め、あの、傾いたんだ。会社がダメになったんだというわけではなくて、会社がうまくいってるからこそ失敗をたくさん回せているんだということを、ここで強調したい。 同じような話はいくらでも出てきますよ。えー、ホンダ技研のホンダ総一郎さん。えー、ホンダ技研創業者。 私のやった成功で本当に成功したと言えるものは、えー、全体のわずか1%に過ぎない。まあこれ一部抜き出して、この後に99%は失敗だったということは続くんですけれども、言いたいことは変えますよね。えー、世界に名だたるホンダ技研ですけれども、えー、その確かに写真を紐解いていくと、えー、失敗の歴史ばっかりです。もうホンダ総一郎さんがこう言って、工場がてんやわんやをしているという記述がたくさん出てきます。 でも、そんな中から、ホンダという会社は、新しい技術、新しいものづくり、新しいビジネスの発想を、どん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 発見していって、世界に成長していったんです。トーマス・エジソン。まあ、発明家として、ビジネス界では、ゼネラルエレクトリックの創業者として知られるトーマス・エジソンですけれども、この人も、私は決して失望なんてしない。 どんな失敗も次の一歩になるからだ。まあ、ある失敗を取り上げて失敗続きですねと、やっぱり例によって記者さんに聞かれた時にトーマス・エジソンが答えたのがこんな回答。私はこの失敗にも失望なんてしていない。どんな失敗からも学んで次への道になっていくからなんだと。 このような系譜から考えれば、Google が Google グラスで失敗しているというのも、えー、と、まさしく成功者の証です。失敗しているんですよ。えー、Google の成功というのは、そんなあまたの失敗に支えられて成功している。ええー、まあ、というのは、まあ、学術的に言えば、私たちは失敗からこそ学ぶんです。えー、なんで失敗だったのかな、ね、そこでしっかりこう失敗の理由を学んで、だからダメだったんだな。 そしたら次にやるときはもっと成功するじゃないですか。一個一個の失敗でもう全然ダメだと叩かれて再起不能にしてしまっては、この失敗した知恵が活かせない。ましてや、失敗を恐れてチャレンジをしなければ、いつまで経っても成功をつかむことはできないのです。ですから、そんなことを考えると、Google の、Google グラスはなぜ失敗したのかから、私たちが学ぶべき最も大切なこと、 すなわち、私たち最近ちゃんと失敗してるでしょうかと、失敗を恐れるようになって、えー、すなわち、挑戦をしなくなった時こそが真の敗残者なんだということです。えー、しっかり成功をつかみ、えー、取るためには、えー、たくさん失敗をすること、えー、そんなあんな Google グラスみたいなチャレンジが続けていく中から、えー、Google はどんどん新しい未来を開いていってるなだと、えー。皆さん最近失敗してますか 私はたくさん失敗し続けてございます。えー、ぜひ、あの、そんな形で失敗を自慢できるような、えー、社会にしていきたいですよね。えー、一緒に、えー、これからもたくさん失敗をして、えー、こっから先未来を一緒に作っていきましょう。